誘ってみれば？なんだ？折り紙一層識別コード A0613。 準備はできているぞ。私は何をすればいい？加減はしない。また貴様か。彼を人質にするなんて許せない。折り紙。了解。すぐに終わらせる。
私に任せろ。やめておけ。無駄だということがなぜわかる。あなたを倒せるなら。折り紙？もう。ターゲットをステージに誘導したわ。A 分隊、折り紙を支援しなさい。戦うよりあやつと話をした方が面白い。さらば。逃げるな。ターゲットの反応が消えた。一旦撤収よ。折り紙、こんな戦い方してたらいずれ死ぬわ。構わない。精霊さえ倒せるなら。まったく本当に頑固なんだから。何を言っている。お前から誘ったのだろ。そうだ、デートとやらをするとかなんとか。何、まさか昨日の言葉は嘘だというのか。そうか、ならばよい。それよりも大事なのはデートだ。デート、デート、デート、早
うしろというのだ。どんな服ならばいいのだ。それだけ教えろ。冷蔵を解除して新しく服をこしらえた。視認情報だけだから細部は異なっているかもしれないが、まあ問題ないだろう。いい匂いがしない。色も怪しい。毒が入っているかもしれないぞ。ふむ、それがいい。おお、うまそうだ。これがお前たちの食料なのか。
変なことになるぞ。きな粉を求めて戦が起こるに違いない。しないなんて、私を否定せず笑いかけてくれるなんて、あのメカメカ団、なんと言ったか、そう、それだ。町の人間すべてが奴らの手のもので、私を欺こうとしていたと言われた方が真実味がある。いや、お前はあれだ、親兄弟を人質に取られて脅されているのだ。うん、私はお前が敵だとは思っていない。私にとって今日は非常に有意義な一日だったぞ。楽しいだなんて、こんなに楽しいだなんて、こんなに綺麗だなんて思いもしなかった。
AST とやらの考えも少しだけ分かったしな。私はいつも限界するたびにこんなにも素晴らしいものを壊していたんだな。やはり私はいない方がいいな。不定期に存在がこちらに固着するのは止められない。限界の数は減らないだろう。そんなことが可能なはずは。だが一体どうすればいいのだ。私の力はお前たちを傷つけてしまうというのに。ごちゃごちゃ言ってないで、これはチャンスよ。キッスキッスキッス。キス？キスとはなんだ。デートと同じものなのか。そんな方法あるのか。私は本当にこの世界にいてもいいのか。私はこの世界に対して知らないことが多すぎるぞ。寝床や食べるものだって必要になる。予想外の事態が起こるかもしれない。本当に私は生きていてもいいのか。この世界にいてもいいのか。私を肯定してくれるのはきっとお前だけだぞ。AST や他の人間だってそうは思わないに決まっている。一日だな。